名演小劇場は愛知県名古屋市東区東桜にある映画館。かつては劇場であり、現在も映画工業の他に演劇公演を行っている。1954年、名古屋発の自主的演劇鑑賞組織として名古屋演劇同公会が発足。当時は演劇公演を主催する商業劇場はほとんどなく鑑賞団体が劇団と交渉して、 演劇公演を企画する形が一般的だったため、1968年には、名演の会員数が過去最高の9258人に達した。1966年に、中日劇場が開場し、名鉄ホールと共に、新劇の興行を始めると、劇団が直接商業劇場と交渉するようになり、演劇鑑賞団体の位置づけが揺らいでいった。名演は、 中日劇場、名鉄ホール、愛知文化行動、名古屋市民会館など、名古屋市内のホールを使用して演劇公演を企画していたが、かねてから自前の劇場を保守していた。1972年1月9日、総工費8500万円をかけて、東区東桜に名園会館ビルが竣工し、ビルの4階から5階には、固定座席、補助席合わせて200席を持つ、 名演小劇場が入った。名演は全国の演劇鑑賞組織で初めて自前の劇場を持った団体である。名演会館ビル建設の呼びかけ人には仙台コレや杉村春子、宇野重吉など当時の演劇界の重鎮が名を連ねており、その他にも全国の演劇関係者、全国の文化関係者、地元劇団などが名演会館ビル建設に協力している。 名演の主催による舞台公演が工業の中心に据えられたが、舞台公演の合間には映画工業も行っていた。1960年代後半以後、商業劇場の発展によって全国的に干渉組織が衰退し、1973年の名演の会員数は4283人と、1968年のピーク時の半分以下に減少した。 1979年には桂小粒が初舞台を踏んだ。1980年代以降には上演する劇団の固定化、観客層の高齢化、相次ぐ公共ホールの建設、厳しい財政状況などの問題が生じた。2003年2月、名演小劇場は1スクリーンを有する映画館としてリニューアルオープン。劇場時代、名演会館ビルの1階は、 喫茶店と事務所に使用されていたが、2004年には49席のスクリーンに改装された。名演小劇場は、サロン1とサロン2のにスクリーン体制となり、また、サロン1も改装されて、座席数は105席に減少。この年から映画上映を工業の中心に据え、本格的な映画館として再出発を切った。他の映画館が上映に二の足を踏んでいた。 コレイダ・監督の誰も知らないを引き受けると、第57回カンヌ国際映画祭で、主演のヤギラ・ユーヤが最優秀主演団優勝を受賞したこともあって、ミニシアターとしては、異例の2万人近くの観客を動員する大ヒットを記録。現在の興行の中心は映画上映だが、年7回は演劇の公演を行っている。ありがとうございます。